さんこんにちは、ピノミです。本日はこちらクレストのホワイトニングエマルジョンという製品について、使用感であったりレビューについて詳しく説明していきたいと思います。現在ホワイトニングをですね、自宅でやるのを検討している方であったり、ホワイトニングをやりたいけどちょっと知覚過敏とか気になるなっていう方いらっしゃいましたら、本日の動画参考にしていただければなと思っています。このチャンネルでは主に肌や歯に関することをですね、私の実体験を交えながら発信しているチャンネルになります。もし今日の動画少しでも参考になりましたら、高評価とチャンネル登録の方よろしくお願いします。今までですね、動画で自宅でホワイトニングをする際の方法っていうのは、例えばマウスピースに薬剤を入れてはめてやる方法であったり、歯にシートを貼って行うホワイトニングっていうのを紹介してきたんですけど、今回のこのエマルジョンのシリーズに関しては歯に塗って行うホワイトニングになるんです。巷に売っている塗るホワイトニングっていうのは、いわゆる歯をコーティングして白く見せるという製品なんですけど、こちらの製品に関してはホワイトニングに使用される歯を白くする成分、過酸化水素という成分がちゃんと含まれているので、きちんと歯を白くする効果が見込まれるということになります。こちらの使用方法として、歯に塗るだけっていうことなんですけど、実際に塗るだけだとすぐに唾液で流れてしまうんじゃないかなってちょっと心配してしまうんですよね。ただクレストのこの製品自体、成分表を見てみると主成分がワセリンになるんですね。なのでこのワセリン自体がこの薬剤をですね、唾液からプロテクトしているんじゃないかなと、まあ、私自身ちょっと想像しているところです。そしてこちらの製品は知覚過敏の人にも考慮した製品ということで、今まで知覚過敏が気になってホワイトニングができなかったっていう人にも、まあ、一応安心して使用できますよという製品になっているそうです。私自身も知覚過敏持ちなので、こちらは結構嬉しい配慮になりますよね。こちら実際に開封していきたいと思います。開けてみると、まず説明書が入っていて、中には薬剤とアプリケーターとなるハケみたいなのが入ってるんですね。でこちらの製品、私が買ったのは薬剤とこのハケが入っている2種類が入っているものなんですけど、実際この薬剤を塗った後に LED を照射すると効果が上がるみたいなので、この製品以外にも LED が入った製品っていうのも売ってるんですね。で私は実際他の製品を買った際に LED っていうのがついてきて、もともと持っていたので、今回はこちらの2種類が入った製品を購入してみました。今日は実際にこの製品を使用しているところを見てみて、使用した後の効果っていうのも見ていきたいと思います。私自身、自分の歯っていうのがもともとホワイトニングをしていて比較的白い方ではあるんですけど、下の歯に関しては元の色に戻りつつあるところも結構あるんですよ。なので今回はそちらに大きな変化がないかっていうのも、まあ、期待を込めて見ていきたいと思います。使用方法としては、まず最初に歯に付着した唾液を拭き取って乾燥させた方が効果が出やすいみたいなので、歯の水分を拭き取ります。私はクッキングペーパーを使用して歯の表面を拭き取りました。薬剤の蓋を開けてハケにのせていきます。ハケは結構柔軟性があってくぼみがある方に薬剤を塗っていきます。用としてはハケの先端部分が見えなくなるくらい盛ります。この量を白くしたい歯にまんべんなく塗っていきます。塗ってすぐにスッとするような爽快感があります。私は白くしたい歯が笑う時に見える上下の歯ともに10本ずつなので、実際に使用してみた感じ、ハケ2杯分くらいの量で十分に白くしたい歯をカバーできるようかなと思いました。そして手元に LED がある場合は3分間照射していきます。薬剤を塗った後は
拭き取ったり洗い流したりする必要はありません。クレストの公式ホームページにも記載されているんですけど、使用方法の詳細としてはこちら1日最大4回を目安にですね、合計14回、なので最速で4日間ではっきりとした効果が見えてくると書いてあります。なので例えば1日2回やるとして、これを7日間、あとは1日1回を14日間続けるなどして計14回ですねやるということが、まあ、一応その効果が出る目安となっているようです。実際のビフォーアフターを比較していきたいと思います。説明書には14回の使用で効果が見えると記載してあったんですけど、 LED を使用しているからか目に見えて白くなったなと思ったのが10回目の使用後だったので、今回は10回目の使用後と比較しています。特に気になっていた下の歯の色味なんですけど、きちんと白くなってきてますよね。結論から言いますと、効率的に効果を感じるためにはLED を使用するのが関係していると思うので、ぜひ LED ライトと一緒に使用した方がいいと思います。この製品で LED 付きっていうのも売っているので、手元に LED がない方は付属のやつの購入をおすすめします。ここからは実際にこちらの製品を使用して感じたことなどを紹介していきたいと思います。この製品と今まで使用してみたホワイトニング製品ですね、比較してみて何が優れてるかというと、やっぱり歯がしみるっていうのを最小限に抑えてくれるところだと思います。私自身知覚過敏持ちなので、シートで貼るホワイトニングであったり、マウスピースを使ってホワイトニングする方法などをやってたりすると、たまにやっぱしみることっていうのも多々あったんですね。こちらの場合はこのワンクール一通りやってみて、しみるっていうのがほぼなく終えることができました。もちろん個人差っていうのはあるとは思うんですけど、こちら知覚過敏持ちの人にもおすすめしたい製品だなと私自身感じています。1回一通り塗るのに1分、 LED の照射に3分っていう時間はやっぱり負担っていうのは少ないですよね。ただし例えばシートでやるホワイトニングと比べると、何回かこれ繰り返す必要ありますし、そういった面ではやっぱり手間っていうのはかかってくるのかなとは思います。ここまでを要約すると、確実に歯は白くしたいけど歯がしみたり知覚過敏が気になるよっていう人には結構こちらおすすめの製品になります。あとこちら気づきなんですけど、説明書通りに1回でヘラにたっぷりのせるのではなくって、一回一回この先にですね、少しずつ少量乗せて歯に塗っていった方が個人的には塗りやすいかなと感じました。あと今回 LED を使用しての効果っていうのを見てきたので、実際に LED なしの場合ですね、説明書通り14回できちんと白くなってくれるかっていうのは未知数なところです。ただしきちんと LED を使用して白くなってくれてるってことは、時間はかかるけどこちらなしでもきちんと効果が出るんではないかなと予想しています。これワンクール一通り終えて、まだ薬剤3分の1くらいしか使ってないので、多分合計で3回分ぐらいですね、3クールぐらいの容量は入っているのかなと思います。そして今回一番の反省点なんですけど、今回のこのホワイトニング期間中にですね、実は毎日コーヒー飲んで何回か赤ワインとか飲んでしまいました。多分それなかったらもうちょっと早く綺麗に白くできたのかなと思います。こちらの製品自体は私はアメリカのアマゾンで38ドルで、まあ、当時の金額で購入しました。この製品調べてみたところ、楽天とかで代行輸入しているところっていうのが結構あるんですけど、この価格自体がもう1万円超えちゃったりしてて、金額がもう倍以上になったりしているところも結構あるので、そこはご注意ください。個人的にはやっぱりアメリカのアマゾンで購入することがおすすめになります。
他の動画のコメントでもアメリカのアマゾンの購入方法などをちょっと質問なんかいただいたりしているので、次回以降ですね、アメリカのアマゾンでの購入方法などの動画も配信予定ですので、もしよろしければそちらもご確認ください。はい、いかがだったでしょうか。本日はクレストのホワイトニングエマルジョンズという製品についてレビューっていう形で紹介をしてきました。もし本日の動画少しでも参考になりましたら、高評価とチャンネル登録の方よろしくお願いします。それではまた皆さんお会いしましょう。またねー。